おはようございます。今日はお天気があまり良くないみたいです。傘持って行ってね。今日は家から遅く、朝から見て。はいはい、行ってらっしゃい。行ってきます。いらっしゃい、気をつけてね。みなさんこんにちは。こんにちは。今子供たちが出て行きました。たった今ね。たった今、もうママ出かける準備できてます。どこ行くのでしょう。今日は実はね、チビたちにサプライズをするので猫ちゃんを引き取りに行くことを黙ってました。子供たちには今週末って言ってるんだよね。そうそうそう、今週末日曜日に一緒にね、猫ちゃんを引き取りに行こうねって言ってたんだけど、もう今日ね、実は予約してるんだよね。木曜日。そう、うん、もう帰ってきたら猫ちゃんがいるっていうサプライズ。もうやばい、油断しまくってるよ。だからあいつはもう、そう、ただいまーって、あ、なんか今週日曜日猫ちゃん楽しみとか言って今日も出かけて行ったから、うん、まさか帰ってきてね、猫ちゃんがいるなんて思ってない。いや楽しみですね。楽しみすぎる。3時間かかって行って3時間かかって帰るからパツパツでございます。そう、とんぼ帰り。あ、しかもね、そう、アチャギンは一緒に猫ちゃん見に行ったから2匹飼うことを知ってるんだけど、カワキは知らないんだよね。そう、知らない。1匹だけって思ってるから、まず1匹合わせてで、なんかわーやってる間にもう1匹いるみたいな。何それ。これはもうこっちはドッキリだね、もう。こんななってんだ。これがキャリー、ペットキャリー。こういう感じ。うんうん、ここにシートベルトを通してガチャンってしたら固定できる。ほ、うんと、なんか勘が鋭い人たちがいるからさ、うち。さ、かわいいかわいい我が子たちを迎えに行きましょう。行きましょう。雨が降り出しました。ちょっと時間がかかりそうだね。うん、安全運転で行きます。今ブリーダーさんに連絡をしました。買うって決まってちょこちょこね、あの猫ちゃんたちの様子を送ってくれたりとか、道具とかも聞いたら、なんかこういうのがいいですよとか。安心だよね。うん、健康診断前のおめかしブラッシングをしている動画って見てたっけ。あ、見てない。ロシア語を調べてくれて、ロシアの猫ちゃんだからね。で、グレーっていう意味がセリーちゃん。あ、セリー。そう。でも、もう一匹がさ、この人たち存在知らないから、何にも。茶色はロシア語でカリーだったよ。セリーとカリーで。あ、いいじゃん。もうすぐ、あと10分ほどで、ニャンニャンに会いますよ。孫。孫を迎えに行く気分だよ。今日もよれず、危ない危ない危ない。さあ、もうすぐだ。もうすぐです。めっちゃおとなしくなってる。一応さっき酔い止めをね、なんか飲ませてくれました。やっほー。お腹すいたのでお昼ご飯食べますが、ゆっくりしてる時間はありません。はいはい、急ぎます。いろんなね、契約とかあったのでね、アチャギンが帰ってくるまで3時間、だから一緒の時間に着くか、うん、ちょっと早く着くかって感じだよね。間に合えばいいけど。なんかなんか魚の匂いがするぞ。にゃにゃ、お前か、魚を食べてるのは。ママもご飯だれよ。チョレギサラダと、ん、安全運転で帰ります。はい、運転頑張ってください。2人とも寝てました。
時間がめちゃめちゃ微妙になったので、まずママが上に上がって子供たちが帰ってるかどうか様子を見ます。そして帰ってなかったらパパにすぐ電話して、パパが急いで猫ちゃんを連れて上がってくるっていう作戦。もし帰ってたら、まあ、それも一応電話して、帰ってた場合はもしもーしって言って、卵買ってきてって言ったら帰ってきてるという合図。もう上がってきてもらって玄関で抱っこして連れてきてもらうっていうのにしようかな。そのタイミングでさ、アキポン帰ってきたら最悪じゃない？最悪だよ。なかなか難しいんですよ、サプライズとかドッキリって。一番タイミングが全部合わないと失敗しちゃうんでね。無事に驚いてくれますように。ようこそ。まだ出ないかな。どこだろうね、ここ。あなたたちのお家ですよ、今日から。ここがもふもふなだけ。おおお、来た来た。トイレ出す、トイレ出そっか。砂の方がいいかな。あ、逃げちゃった。迎えに行ってきました。え、なんでこんなに早いの？サプライズで。なんでこんな早いの帰ってくるの？だからサプライズで。昨日の夜から行ってきた。行っちゃった。いや。どこに迎えに行ったの？宮崎。え、今日？だからあなたたちが直後に私たちは宮崎に行ってて、どこに宮崎に行ったの？触ったらね。まだね、びっくりしてさ、出てこないのよ。出てこんね、やっぱりね。あ、まだ怖いんじゃん。開けたらいつか出てくるんだ。まだびっくりしてるんだよ。アキネネたちも知らないからさ。アキポンもうすぐじゃない、帰ってくる。うん。猫ちゃんがちょっと怖がってなかなか出てこないので、サークルを出します。こっちに意外と狭い。おお。我が家に猫ちゃんが来た感想は？なんかね、特に今日ね、あさって猫ちゃんが来るってずっと思ってたからね。もう頭の中猫ちゃんでしかないの。ほら、楽しみすぎて、うん、見てください、皆さん、誰よりもサークルに張り付いてる人がいますよ。もうこの茶色い子はお外に出たくてうずうずしてる。で、グレーの子はちょっと警戒心が強くてまだ出てこようとはしない、うん。キャリー、キャリーよ、キャリー。何？横見てみて。何？今日だよ。スミちゃん。今日？ね、待って、日曜日って言ってたじゃん。日曜日って言ってたじゃん。ねえ、サプライズ。ねえねえ、今すぐ着替えてきて。腰抜けてるし。ポンちゃんお帰り。サプライズ大成功。ちょっと。うるさい。何を言ってんの？何？どうしたの？どうしたの？どうしたの？できたの？どうしたの？はい。あ、びっくりしちゃう。だこだこ。だからこの子はまだ。だね、ポン。かわいい。こっちがお姉ちゃん、あっちが妹。あ、そうなの？そうそうそう、兄弟、あ、姉妹ちゃん。こっちがお姉ちゃん。全然似てない。え、似てるよ。毛の色。毛はね、こっちがお母さん、あっちがお父さん。いいね。いいでしょ。なんか2匹の方がいいよね、一人だけ連れてくるよりさ。しかも仲いいけどね。うん、そうそう。送ってきてくれる写真に2匹を写ってたじゃん。うん。でも気づかんだったし。いや、なんかね、買わないのにめちゃめちゃ可愛がるじゃんと思ってた、ちょっとだけ。あ、そうなんだ。そう、
でも2匹飼うと思わんかったでしょ。カンネーネも知らないから。かわいすぎ。かわいい。日曜って言ってたじゃん。だからサプライズ。なんで今日もうママたちがどんだけ今日急いで行ってきたか。朝あなたが出た瞬間だけんか。違和感だったんですよ私今日。あの洗面台でこうね、あの歯磨きしてたら、うん、普段タイミング全然合わないのにめっちゃもうキメキメでさってしてたから横で、なんか今日あるんかなと思いながらさジム行くのとか言ってたよ。そうそうそう、いやもう化粧も早かったんだよこの人。そうそうそう、だってもうあなたが出ていくのを今か今かと待ってたから。私パッパラパーン、パッカパパーン、スムトギだよ、スムトギだよ。開けてみます。はい、この先がいろんなのに付け替えれる。あ、見て、お魚とかニュロニュロ。はい、これです。意外とこういうの好きだもんね、猫ちゃん。これ何？羽も2種類ある。こっちはどうでしょう。出てきましたね、釣られて、おもちゃに釣られて。やばか、あ、出てきたね、出てきた出てきた、臭いよ出てきたねもうそれしか見えてないもんかわいいやばいやばいやばい、それかわいすぎる、かわいすぎる画角。ここがやっぱダメだな。入った入った入った、爪とげに入りました。爪とげに入って爪を研ぐか。気づいていない爪とぎと気づいていないぞ。何もなしでね大丈夫ですか、うん、こっちでなんか転んだ人いるぞ。爪とぎを教えてもらってます。余計なお世話だなって言ってます。取って取って捕獲されますか。ブリーダーさんが今猫ちゃんたちが食べてるご飯をこんな大きい一袋を分けてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます15高っ。あ、21、ちょっと過ぎましたね。ちゃんと子猫用なんだね、めっちゃちっちゃい。子猫用なんだ。このカリカリが浸かるぐらいのお湯を入れます。したいんじゃない？ね、トイレしていいよ、そこで、うん、してごらん、してごらん。あ、してるんじゃない？多分トイレする。そうなんだけど、入らん、このトイレしてしこった。あ、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 部屋によって部屋によって、はい、ポンがチャトラを隠します。早く早く、おかえり、おかえり、立ったまま寝ようとしてる。こ眠くなっちゃった。ずっと遊んでたもん。まだ出てこんと。あなたが名付け親の、あ、セリーちゃんにやったの。セリーちゃんにしましょうかね。かわいいね。
マジで怖い。そうなん？帰ってきたの？帰ってきたよ。カナネの後ろ、カナネの後ろ。かわいい。え、なんで？なんで？あれ？なんで？え、チャはどうすんだよ。どうする？名前だから。カフェオレ。カフェオレか。朝日的には知ってたよね、絶対。その場にいてた。そうなの？2匹飼うって。そう、知ってた。だって見に行った時点でわかるじゃん。そうだよ。だからもうねえねたちには内緒だよって言ったけど、何回かね言ったの。茶色の猫はとか言ったら、アキポンが茶色じゃないだろ、グレーだろって普通に会話しちゃってた私ラテがいい、ラテかわいい、ラテ、うん、かわいいけど俺カフェオレの俺ラテがいい、セリーとラテ、俺オレじゃない、オレじゃない、ラテ。ラテ可愛くない？今日からお前の名前はラテだ。ラテだよ。分かったら返事するな、ラテ。捕らえました。見てください。ラテ。あ、嫌だね、ごめん。じゃあセリーちゃんとラテちゃん。出てきたよ。これ好きだね。うん、それ好き。それ大好きで。なんか口パクパクしてる。あ、待って、可愛いんだけど。可愛いんだけど。何それ可愛い。二人で同じ動きしてる。やばい、今日猫チャンネルになってる。猫チャンネルね。なんかもう置物として扱われてるよ、かんちゃん。見てこれ、ネズミの尻尾なくなっちゃったから。遊びすぎてる。また抱っこしてる。いやいや。ポンポンが塾から帰ってきました。あー、これも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 。捕まった。あ、逃げた逃げた。危険を察知して逃げました。メアリが出るね、まだ。今日は我が家ににゃんこちゃんが来た日の Vlog でした。これから登場すると思うので皆様よろしくお願いします。すごいね。食べて寝るんだろうね。